様、大変です。羅刹城が魔物たちに襲われています。まあ早速皆さんに集まってもらいましょう。はい。いい香り。皆さん、また大変なことが起きてしまいました。羅刹城が魔物たちに襲われて占拠されてしまいました。ウイローの生産のほとんどを賄っている羅刹城周辺の4つの町が心配です。もしこのまま4つの町が占拠され、あの伝説のウイローまでもが魔物の手に渡ってしまえば、世界は再び闇に包まれ荒れ放題となってしまうでしょう。でも一体どうしたらよいのでしょう。お姉ちゃん、困ったことになったわね。どうしましょうって言ったって、話の通じる相手じゃないし。そうよね。そうだ、コットンに頼めば。ダメよ。あれだけ有名な観光地をなぜ知らないかはわからないけど、あの場所にコットンを行かせたりすれば。魔物に全滅させられるよりはマシじゃない？そうかもしれないけど。それはそうと、そのコットン今どこにいるの？それがわからないのよ。あ、そうだ、餌を使って捕まえましょう。え、餌？捕まえる？そう。バケツと棒の古典的な罠で？そう！町で恒例のウイロー祭りが催されていてね、あのいろいろなウイローがタダで食べられるのよ。ウイローの原産の町？そんなこと言って、さっきの木彫りのウイローみたいにあたいを騙そうとしてるんじゃないでしょうね。そんなことないわよ。それにここの羅刹城には伝説のウイローと呼ばれる大きくてプニュプニュなウイローがあるのよ。で、伝説のウイロー？お姉ちゃん、その伝説のウイローって、今はこうするしかないのよ。女王様には何とか私がごまかして、もしバレてもコットンが魔物を退治してくれればきっと多めに見てくれるわよ。そうじゃなくって、
誰の姿も見えないわね。伝説のお色ってどこよ。ここのお城にある。マジや、このままラシャ城に行かれると町中の魔物を退治できないし。そうだ、猫と今このお城を囲む4つの町でウイロー祭りをやっていてね、各町では名物のウイローが置いてあるんだって。え、いろいろな名物ウイロー、いくぞー。ダン、なんで私はこんなことしなきゃいけないの。女王様はどういったのよ。いつも見ていてしているばかりで、面倒なことはちょっと私に押し付けるんだな。よろしくお願いします。女の若い方たちと一緒に旅をすると、つくづく自分が若くないと面白くしてるなんて。トケケー、トケケー、自分のためにしか使わないだけならまだいいけど、人を盾にしたりダルマにしたりあまりにも表情に。ほら、なんでしょう、最近たるんできましたが、あれだけ運動していれば少しは引き締まると思っていたのですが、私は何を焦っているのか。なるようですね、クリスタルは切れています。女若い方たちと一緒に旅をすると、つくづく自分が若くないと思い知らされますね。フリーデチュー、自分の若い人たちにお任せして、私は言い返させていただくわ。どう盾にしたり、どうつけチルコお姉ちゃんは何度も。笑ってばかりいるのですか。それは初めて見たのよ。うちっていうのかな。何人は知れないの。食べたいですよ。何を焦っているのですか。クリスタルが切れている。なんてすがすがしい場所。森の木には表面の草花が語りかけてくるわ。そうね、みんなのためにも頑張りましょう。ここはガッツン。ちょっと見せるけど、ポッテンの中を守ろうと思ってです。ポッテンはポッテンで、頭の中がウイローのことでいっぱいだし、少しは花魔力を人のために使おうとか思わないのかしら。自分のためにしか使わないだけならまだいいけど、人を盾にしたりダルマにしたりあまりにも厳しいよ。そういえば最近お布団で寝てないわね。早く終わらせてお家でゆっくりパッパのお布団に包まれて眠りたいわ。自分のためにしか使わないだけならまだいいけど、いいよ。自分のためにしか使わないだけならまだいいけど、ないんだよ。
ラー！昔はひどかったわ。体が落ちきれんだから。走るよ！どうして、シルクお姉ちゃんは何度も痛い目に遭っているのに、アイトお姉ちゃんと一緒に何度も私の手を落としなきゃいけないの。こんな若い方たちと一緒に旅をすると、つくづく自分が若くないと思い知らされますね。ここは若い人たちにお任せして、私は引退させていただくわ。女王様、こんなにみんな頑張っているのだから、もう少しタイミングを良くしてくださってもよろしいのよ。よろしいわね。もう少し給料をもらっても、罰は当たらないですよね。どうしてポッドお姉ちゃんは、アウタルに手が進んでくるんですか。生き物に、常に何かが変わってしまう。どうして、チルクお姉ちゃんは、そんな日々の変化を何度も痛い目に遭ってしまうことなんて、ポッドお姉ちゃんと一緒にいるのですか。そういうのが、旅行に行ってはいただけるんですね。無理に進んでお風呂が荒れてきたわ。ちょっと温泉でも行こうかしら。いいですね。私も行きたいです。誰も困ってくれないでしょ。このまま一人で遊びに行くでしょ。どうしてこそお姉さんはアウタルに手が進んでいくのですか。クリアあったです。誰も困ってくれないです。このまま一人で遊びに行くです。と言いたいけど、ルリアとっても人と魔物を退治できます。なんと神聖しい風でしょう。森の木には高年の方が現象です。どうしてポッドお姉ちゃんはアウタルに手が進んでいくのですか。ルーレア常に何か変わっていくのよ。やっぱりそんな日々の変化の中で慎重な感じなんてよくあることなのね。女王様から、こんなにみんな頑張っているんだから、もう少しタイミングを良くしてくださってもよろしいの。長者番付です。ルーレアルーレアルーレア。昔はひどかったな。体が勝ちきれんだから、ドリア食べさせられたり、魔物の中に飛び込んで自爆させられたり、お腹すいたです。妖精じゃなかった。本当に苦しい。ドリア育ちたいです。何か食べたいです。あんなです。どうして、シルクお姉ちゃんは何度も痛い目に遭っているのに、ホットお姉ちゃんと一緒にいるのですか。最近無理のしすぎでお肌が荒れてきたわ。ちょっとエステにでも行こうかしら。そんな感じです。そう過酷な毎日を過ごしていると私たちはどうにもならないわね。やっぱり美味しいものを食べて栄養をつけないとね。これさえ終われば今までの生活に戻れるのよ。このところ、お財布してないな。新しい服も作りたいし。そうね、このさらに目覚まってからにしましょうね。うん、新しい服もシャブシャブするわね。すぐに汚れちゃうわよ。
てやんで、べらぼうみちくしょうめ。そういえば、コットンの髪型って変じゃない？いで！今時、おかっぱ頭なんてね。そんなことはありません。おかっぱ頭とパンツ丸出しコースは少女の永遠のテーマです。いつも見て残しておいてもらう。面倒なことは全部私。いで！何でしょう、最近たるんできましたわ。どうしてもどうしていつも引き締まると思っていた。笑ってばかりいるのですか。おかしいのですね、天然なのですね。待てこら。どうってこと、お姉ちゃんは会うたびに背がてりんでいくのですか。最近女王様って胴回りがちょっと太くないですか。いいえ、あのくらいふよかな方が素敵です。大体、なんで私がこんなことしなきゃいけないの？どうしてコットンお姉ちゃんは会うたびに手がチキンでいくのですか？なんでこんなことやってるのかな？おとなしくお城で古文書でも読んでいればよかった。こんなにみんな頑張っているんだから、もう少し待遇を良くしてくださってもよろしいのに。ちょっと待ってですよ。
だけ魔法のアイテムをね。女王ちゃんはどうしていつも笑ってばかり胸できた？やあ、なのですね。